毎月第1金曜日は体のことは千里に聞こうということで、阪急南千里駅すぐにあります済生会千里病院からお客様をお迎えしております。今月は先月に引き続いて整形外科主任部長の伊達裕子先生、改めてではコーナースタートなんで先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。テーマが腰部脊柱管狭窄症、噛まずに言えた、ちょっと先月もね教わりましたけど、そもそもこれどういう病気なんですか？そうですね、腰のですね、背骨の後ろ側に脊柱管という、ちょうどこう足とかですね、その辺に行ってる神経が背骨の後ろ側ね、はい、そうなんです。背骨の後ろ側の神経が通ってるこう通り道があるんですけれども、そこがもともと骨格的に狭い方とかもいらっしゃるいはするんですけれども、ある程度は年齢的な変化によってこう狭くなってですね、神経が圧迫されることで足の痛みとかしびれとか、人によっては筋力低下ですね、足の力が入りにくくなったりして長い距離歩けない、でまた休むとまた歩けるようになるっていうような病気になります。なんか背骨の後ろとかっていうから腰が痛くなるんかなと思ったら、足とかそっちの方に来ちゃうんですね。そうですね、足の方とか場合によっては排尿とか排便、膀胱とか直腸の方に行ってる神経も通っているので、本当に症状がひどくなってしまうと膀胱直腸障害って言って頻尿とか残尿感とか便秘のような症状が出てくる場合もあります。なるほど、そういう病気。はい、昔腰曲がったおばあちゃんってね、いてて、先月先生、それもまさに、腰部脊柱管狭窄症やでって教えてもらった、そういうことですかね。そうですね、多いと思います。ちょっと腰丸めて歩いたりすると楽になるので、症状がちょっと神経がこう緩まるのでね、そういう姿勢を知らず知らずのうちに取ってしまって休んでしまうという感じになると思います。なるほど、ということでこの病気について、質問がまたいくつか来てますからね、これに沿って詳しく伺っていきたいと思います。まずはラジオネームラベンダーさん、前回の放送で脊柱管が狭くなったことで起きる病気とおっしゃっていたと思いますが、年齢を重ねると誰でも脊柱管は狭くなるんでしょうか、手術以外の治療方法はありますかって、もういきなり単刀直入に来ましたけど、まずは先生、これと原因ですよね。だから加齢だけなのかって話ですよ。そうですね、ある程度はもうやっぱり中高年の方に多い疾患になってくるので、年齢的な要素が、あるのは間違いないんですけれども、もともとちょっと骨格的に狭い方とか、骨の形状とかでちょっとこう狭窄になりやすい方とかもいらっしゃりはします。で、かといってあと、年齢いくと誰でも狭くなるのかって言いますと、年齢的な変化も大小というか、ひどい 変形や、そうじゃない方もいらっしゃるので、誰でもこう狭くなるわけでもないですし、あとはですね、狭くなっても皆さん症状が出るわけじゃないので、みんながこう腰部脊柱管狭窄症になるっていうわけではないんですけども、年齢がいくと多い傾向はあると思います。個人差があるわけですね。あとなんか治療法もこの方聞いてはるんですけれども、どうやって治していくんですか、これは。そうですね、手術以外の方法のことを治療、保存治療って言うと思うんですけれども、基本的にはお薬だったりとか、お薬もいろんな種類あるんですけれども、あとは注射ですね、ブロック治療、ブロックもいくつか種類がありますけれども、そういったものをやったりとか、あとは、限界はあると思いますが、一応運動療法ストレッチとか、背筋の強化とかっていうことにはなってくるとは思います。あとは手術っていうことですね。そうですね、保存治療に抵抗、やっても良くならない方、そうですね、方とか、あと歩行距離がだんだんこう短くなってきたりとか、さっき言ったみたいに排尿とか排便の障害が出てきてしまうと非常に重症なので、早めに手術をお勧めすることも多いです。なるほどね。次の方、ラジオネームモアさん、
ご高齢の方に多い病気とのことですが、手術なんかをする場合、入院手術をして元通り歩けるようになるまで一般的にどれくらいかかるのですかって、もうこれもピンポイントですね。そうですね、はい、手術をした場合、うん、いやもうそもそもこれ良くなるんですか？そうですね、もちろん保存、ね、保存治療で薬とか注射が、はい、で良くならない方が手術になるので、はい、ある程度重症な方が手術に、ね、うん、なります。でなかなかちょっとこの元通りっていうのが難しいところにはなるんですけれども、はい、私たち一応手術でできることが神経のこう周りの環境を良くする、圧迫を取り除くような手術になるので、あとは患者さんのこう神経の回復能力とか、うん、そういったようなもののところによる場合も、だから重症度とかですね、手術前のところによってもこうどれぐらい良くなるのかっていうのが変わってくるかとは思うんですけれども、もちろん痛みとかはね良くなりますし、しびれとかも、しびれはちょっと残ることも多いんですが、和らいだり範囲が狭まったりすることも多いですので、っていうことなんですが、手術もいろいろ方法はあるんですけれども、全身麻酔で手術しますよね、はい、でしてもう翌日からリハビリ開始になるんですよ。だからもう翌日から皆さん大体歩いてもらってるので、じゃあ歩けるようになるんですかっていうことで言うと、もう翌日から、はい、手術の翌日から歩けますっていうことになるのが一つと、そうですね、あとはだからリハビリをしながらちょっと経過を見ていくっていうような感じにはなってきます。一般的にはどれぐらいで退院していくことなんですか？これそうですね、顕微鏡で、ね、やるような手術が割と多いんですけれども、はい、侵襲は少ない手術になるんですけれども、そうであればもう大体皆さん10日ぐらいで、退院されてますね、はい、これも個人差はあるやろうけどもね、やっぱりね、あそうなんや、はあ、まあしかしだからといって全員がパーフェクトに治るかって言われたら、なかなかこれは先生難しそうですよね、うん、そうですね、やっぱり、特に足ね、足先とか足裏のしびれとか割と残りやすいですし、もともとちょっと足の力入りにくい方はちょっとなかなか治りが悪かったりする場合もあります。はい、さあ次の質問、ラジオネームシンプソンズさん、腰部脊柱管狭窄症、割と多い病気だとのことですが、似たような症状で別の緊急を要する病気だったということはありますか？両親や親戚の会話を聞いていると、年だから仕方ないっていうことが多いので、何かあっても気づくのに遅れてしまうのではと心配です。はい、先生これはどうですか？そうですね、年だから仕方ないっていう意味であれば、狭窄症自体もね、割と足の痛みしびれ年、ね、いってるからもう仕方ないねとか言って、なかなかちょっと診断遅れる場合もあると思うんです。だけども、一応鑑別というか、違う病気ということで言いますと、同じような間欠性跛行といって、こう歩いてると足の痛みしびれが出てきて長い距離歩けない、また休むと歩けるようになるっていうような、同じような症状が出る病気としては、下肢の足のですね、閉塞性動脈硬化症って言って、今度は血管、神経じゃなくて血管の方の問題で同じような症状を呈する場合があります。こういったような病気の場合には、高血圧とか脂質異常症とか糖尿病とか、そういった生活習慣病が隠れているケースも多いと思うので、あと場合によっては循環器の先生とかにカテーテル治療をちょっとしてもらわないといけないこともありますのでね、そういったようなものとか、あとは稀ですけど急に足動かなくなったっていうことで、例えば実は脳梗塞だったとか、あとはこの間のひろみちお兄さんがなりましたけど、脊髄梗塞、これも非常に稀な病気ではありますけど、そういったような病気もなくはないとは思います。なるほど、はい、だから鑑別しなきゃいけない病気もあるわけだから、怪しいと思ったらまずは専門医にね、かかるのが安心ですよね、これは、最後の質問、ラジオネームうったんさん、加齢によって起きやすいというふうに思いますが、なるべく防ぐために気をつけた方が良いことはって、つまり予防法ですわ、これはもう本当に難しくて、何をしたら絶対大丈夫っていうのは全くないんですけれども、さっきちょっと運動療法の話もさせてはもらったんですけど、ストレッチですね、腰のストレッチとかで適度に背骨を動かしたりとか、あとは腰に負担がかからないような動作っていうのは心がけてもらったらいいかとは思うんですけど、やはり
限界がありますので。難しいですね。腰に負担がかからない動作。例えばなんか重いものなんか荷物持つとしたら、はい、ちょっとこう、うん、あの直接こうポッと腰かがめて、うん、あの取らずにあの腰落としてから荷物、一旦しゃがんでからね。そうですね、しゃがんでから。一番危ないのはなんかこう、うん、もうね、そうそうそう、いけると思って前かがみになってこう行くとバキンですね。これぎっくり腰も同じことやと思うけども。そうそう、そうか、そうなんです。あと、まあ、あのやっぱり前かがみが楽なんで、前かがみになって非常になんかねちょっとあの年いった感じの、あの姿勢になってしまうと思うんですけど、あのやっぱり保存治療限界はありますので、まあ一応手術おすすめするあの目安というのが、だいたいこう間欠性跛行ですね、連続して歩ける距離がだいたい100メートルとか、あ、短くなってる場合にやっぱり、そうですね、5分とかだいたいそれぐらいの目安としておすすめしていることが多いです。わかりました。あと質問の中で結局聞けなかったことで一つ、これどうやって診断つけるのかっていう話ですね。そうですね、そう、これは先生どうするんですか。これはね、あの、うん、やっぱりレントゲンだけではなかなか、あのどれぐらい年齢的な変化があるのかっていうのはレントゲンでも、うん、分かるんですけど、うん、狭くなってるなってないっていうのはやっぱり MRI の、MRI ね、が一番いいかなとは思います。いや、逆に最近こういうのでちゃんと分かるからね、便利な世の中になりましたですよね。はい、あ、じゃあ、まあもしこれの疑いがある場合はMRI と。そうですね、はい、まず MRI をおすすめするんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと閉所恐怖症とかで取れないよっていう方とかは脊髄造影検査って言って、こう神経の通り道に造影剤を入れてレントゲンを取ったり CT を取るような検査もありますので、うん、まあ、相談いただければと思います。MRI の方が楽やと思うけどな、絶対に。もう僕それやりたくないわ。あ、そうですか。造影剤入れてやるってなんかすごいですね。そういう検査方法もあるんですね。ありますね。はい、まあまあいろんな検査方法があって、うん、で例えばそういうふうに画像で診断をすると、うん、先生明らかに、あ、狭くなってるわいの分かるんですね。あ、やっぱり分かりますね。あの、まあ、画像所見と患者さんの診察した所見とこう合わせて、うん、あ、ここがこうだからこういう症状が出てるんだな、うん、だから歩行障害が出てるんだなということで診断に至ります。まあまあそういう意味ではやっぱり他の病気かもしれないし、そうですよね、うん、それに何よりもこう生活に直結する話なんで、そうですね、やっぱ早めの受診がいいですか。うん、そうですね、うん、やっぱりあのとことん我慢される方もいらっしゃって、やっぱりいてはるんですね。もう本当に歩けなくなってから、うん、あとはですね、手術とかどっかで多分言われて、うん、嫌でこう逃げ回って、はい、結局もうずっと前から実は言われてたんですとか言って、お早々に来られる方とかになるとやっぱりだいぶ重症化している場合もあるので、それであればいいところで手術を受けていただければ回復もいいかな、早いかなとは思います。それより先生、早めに見つけてお薬とかね、保存的に治せたら一番いい、一番いいですね。ですよね。じゃあやっぱり行くべきは整形外科の専門医ということに。そうですね、まずは来ていただいて、そこでいろいろ血流の、ね、検査とかも、はい、あのこちらですることもできますので、いろいろまずは診断つけて、はい、うん、あの治療をやってっていう形で入っていければいいかなと思います。わかりました。これで大体一通り聞けたと思うん で、ね、で先月、うん、今月と2ヶ月間にわたってね来ていただきましたけども、何か最後リスナーの皆さんにもしメッセージがありましたらお願いします。ありましたら、あの先月は一応骨粗しょう症ということで、はい、あのよくあるあの、うん、これも高齢者に多い、はい、あの疾患について、ね、そうですね、うん、あの話させてもらって、はい、今回も腰部脊柱管狭窄症、これもあの年配の方に多いので、はい、もう腰の痛みとか、もう足の痛みしびれある方はとりあえず済生会千里病院の整形外科に来ていただければ、うん、いいかなと。それ一番わかりました。思いますので、はい、うん、お待ちしております。明快なメッセージが出てまいりまして、はい、ということで先生ありがとうございました。 ありがとうございました、今日はですね、済生会千里病院から整形外科主任部長の伊達裕子先生にお越しいただきました。来月は肺がんがテーマですからね、はい、また皆さんの質問メッセージもお待ちしております。